中京当局による新疆ウイグル自治区や香港での人権弾圧をめぐり、日本の地方議会では政府や国会に対して毅然とした対応を求める意見書の採択が相次ぎました。こうした中、在日中京大使館の職員を名乗る人物が複数の地方議会の事務所に対し内政干渉だとして圧力をかけていたことが明らかになりました。近日、埼玉県の鈴木正人議員が 再度、新党人に対し、当時の状況を明かしました。埼玉県民のウイグル系日本人が、親族を人質に監視され、スパイを強要されているのであります。その他にも、南モンゴル、チベット、法輪校支持者への中国共産党政府の行う弾圧に対する。埼玉県議会では7月2日、超党派で提出された。 中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書が賛成多数で採決されました。7月5日、在日中国大使館の政務担当参事官を名乗る人物から埼玉県議会事務局に電話があり、意見書を作成した人物は誰か、何人の議員が賛同したのかなどと質問したといいます。また、新疆ウイグル自治区は中国の領土の一部である、 地方議会であっても革新的利益に関わる内政干渉に当たると考えると主張。さらには賛成討論に登壇した鈴木正人議員の個人情報も尋ねていたといいます。 反省討論をした鈴木雅人議員というのはどういうやつなんだと、あいつは何規制なんだという、いろいろと探りを入れるようなことが埼玉県の県議会の議会事務局に行われました、それから当然、中国大使館としてはですね、こちらの決議に対しては内戦干渉であるというような圧力をかけてきたと鈴木議員は他の多くの地方議会でも、 ウイグル人の人権問題に関する決議が可決されることを祈っていると述べています。また、中共のこの種の圧力には決して屈しないでほしいと促しました、まあ。中国大使館を名乗るということなんで、本当かどうかわかりませんけれども、まあ、そういったことがありましたので、まあ、私の方はですね、こういった決議を挙げるに関しては、一切そうした圧力には屈しないと。 ということをツイッターの方に上げましたところ、まあ、全国の方々から、まあ、全世界の方々からです、ねまあ、1万6000いいねという,ういいねをいただき、えー、7500以上のリツイートもいただいたということでございましたそしてそのことをですね、えー、大紀元の皆様方に報じていただいたということでございます。これからはですね、えーまあ、我々のようなな埼玉議会が、えーまあ、発端になりまして 多くの地方議会でもこのウイグルの人権問題に関する決議というものが可決されることを祈っておりますまたさまざまなです、ね、地方議会に対するこの中国共産党の人権問題のことを取り上げると圧力がかかってくるとは思いますけれども私どもはです、ね、そういった圧力には屈しないそして全国の心ある地方議員の皆様方はこういったものには絶対に屈しないと。 という思いを持って、これからも活動していただけると信じております。また、新東人テレビの報道を通じて、中国の人権に関する真実を世界中に伝えることは、大変意気深いことだと述べます。 この新東人テレビを通じて真実を知っていただく、それからこの中国共産党によるです、ね、非常にこう人権に関わる大きな問題というものをです、ね、世界中で知っていただくということは大変意義深いと。 中国共産党の圧力に屈することなくそして日本の今のマスメディアが真実を伝えないという大きな問題を抱えている中でしっかりと真実の報道中国共産党政府が行っている人権侵害に対しては毅然とした対応でこれからも報道していただけることを心よりご期待を申し上げてそして私どもも地方議会ではございますけれども 大きく声を上げて、こうした人権侵害行為が行われないように、これからも努力をしていきたいというふうに思っております NTT ジャパンがお伝えしました。